橋本春菜です。こんにちは。だいたい1時間ぐらい配信したいと思います。テロップを書きますね。よし。オッケー。こんにちは。こんにちは。どうも。やばい、明日公演なのに何も覚えてない、ピーンチ。やばい。まあ大丈夫、今日の夜やります、ちゃんと。夜やるためにおやつをゲットしましたので、そのおやつを食べながら頑張りたいと思います。関係ないけど、今食べるんだもん、おやつ。おいしそう。いただきます。こんにちは。こんにちはの時間、こんばんはの時間、わかんない。みんな明日雪らしいよ、東京も。やばくない？公園行けんのかな。そんなか。てか東京が降るんでしょ、なんか雪が、まあ、東京の雪なんて、そんな東京の降るなんて大したことないか。やばい、バカにしすぎ。よくない。スーさん、熊高さん、お紅茶ありがとうございます。センチ雪積もっただけで東京は交通麻痺。マジ？そうなの？やばいじゃん。すぐじゃん。
まあ、じゃあ明日はキャンセルが多かったとしてもしょうがないってことね。雪、うん、そう思う。でもそうだよね、融雪装置とかないもんね。道路から水出るなんて信じられないんだろうな。普通なんだけどさ。てかこの辺の肉増えた、もしかして。やば、マジ？やばいかも。おやつ食べながら言うことじゃない。うわマジか、痩せよう。マッサージ明日しよう、いっぱいメイク前に。うん、メイクの前にいっぱいマッサージします。内肌かわいい、プニプニかわいい。ってことは皆さん私のほっぺがプニプニだなって思ってるってことですよね。デブだなって思ってるってことですよね。痩せよう。明日の公演、新幹線止まらないか心配で眠れません。何新幹線かによるかも。北陸新幹線は絶対止まんない、大丈夫、安心して。うん、絶対平気。そんな東京5センチの雪で止まる新幹線じゃない、絶対大丈夫。多分東北新幹線も大丈夫なんじゃない、あとは分かんない。東海道はどうだろう、怪しげ。雪弱そう。静岡、愛知、でもさ新幹線バカバカ出てるじゃないですか、東海道って。だから、それがアウトなのか。1本遅れたら全部遅れてくってこと？そうなるとそれはやばいのか。北陸東北は絶対ね雪に強いから、そんな雪弱設計してるはずないので大丈夫だと思うんですけど。東京、東海道で一番の難所は関ヶ原。関ヶ原の戦い。聞いたことある。マジ歴史わかんないから、それがどこなのかとかもわかんないけど何年に起こった出来事とかもわかんない、うん、
痩せなきゃなぁとは思ってるんですけどね。ドーナツ買っちゃったよ。日本には美味しいものが多すぎる。落とす肉あるよ、さっきここって言われたし。ザ日本食を食べてればいいんですけどね。日本食じゃないのを食べちゃうからね。ラーメンとかもさ、私たちの日本人の口に合わせてより美味しくしてくれてるじゃないですか、絶対。そういうのがずるい。チームエイト私服グラビア、私ももうすぐなんじゃないか、もしかすると。多分なぎちゃんが公開されたので、もうすぐ、あ、昨日のじゃなくて前回のだと思います。前回のだから、その2月14日から放送されるやつの私服グラビア。はい、まだわかんないけど。ギャローさん、芋虫ありがとうございます。そう、だから2回あるってことです、私の私服グラビアは。今回のやつと、その今回の2月14日以降に放送されるパチ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 チ、あ、ちょっと1回多かった、パチ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 チームエイトのやつと、昨日のあれの生放送のやつと、うん。てかマジこのニキビ目立ってきたよね。やばい、つらい、どうしよう、明日公園出たくない、無理なんだけど、やだ、え、最悪、全力で隠しに行くけど結構目立つ。ドーナツもう一個食べ、でも私が選んでるドーナツは割と、まあ、さっきのはちょっと砂糖多めだったかもしれないけど、割とヘルシーな感じなんですよ、私が選んでるドーナツ自体も。そう、でもなんかその痩せようとヘルシーなドーナツ選んでるわけじゃなくって、好き
なドーナツがヘルシーなの嬉しい。これうちが大好きなドーナツ、ポンデリングプレーン、これ大好き。何も味ついてないわけじゃないけど、プレーン味。なんかいつものさポンデリング、普通のポンデリングってさちょっと砂糖のコーティングとかかかってるじゃないですか。違うんですよ、かける前。だからその生地そのものの味が美味しい。って感じ。ポンデリングはバラして食べます。え、むしろそうじゃない人いるの？ポンデリング 1,2,3,4,5,6,7,8 8口で終わるポンデリング。てかこうやって食べる人以外で食べる人いるのかな？こうやってかじってく人いるのかな？なあ、そういるのかな。夜ご飯はうん食べる気持ちない。でも体があるので一つ、それかなって感じ。なんか最近野菜を食べてなさすぎて、多分だからニキビができた。関係あるかな、わかんないけど、肌に悪いものを食べてる。だから野菜を食べようと思って、本日肉の日です。だって、肉一切食べてない今日。やば、いいや。でもポンデリングをちぎって半分プラス半分にちぎることはあります。うん、マックの油淋鶏かサバの味噌煮で迷います。サバの味噌煮絶対。絶対サバ味噌。フレンチクルーラー食べたことない。サバ味噌大好き。うん、圧倒的サバ味噌。今日はこの後配信終わってお風呂入って明日の泥明け確認して、また夜配信するかもしれません。てか多分します。バレンタインを集めてるので、はい、うん、こんばんは。
ね、明日みんなもそうだけどちょっと早めに出た方がいいか。あ、本当だ、今日ネモースだ。何時から？7時からだっけ。やばい、告知しなきゃ、忘れてた、危な。ありがとう。ちょっと私も見れないんですけど、多分お家に帰れば見れるはず。19時半、サンキュー。ネモースの告知をします。なんかに載ってる？どこにも私が本当に出るって載ってないんだね。ただ次回予告でしか分かんなかったって感じ。やばっ。じゃあもうファンの方が教えてくれてなかったら私も今日出るって知らなかったんだ。危ない。レモース撮影いつだっけ。写真を遡らないと。ちょっと待ってね。2月9日19時半から。もうトムさんの卒業企画ですよみたいな話もファンの方から聞いてるってことは言われてるってことですよね。これで言われてなかったら私が今口滑らせたみたいになってるんですけど、まあそういうことです。なんかチーム K の三輪車もなんかいつ放送だったか分かんなかったみたいな話してましたよね。 K の皆さん、
卒業企画ってことは予告で分かってます。よかった。やばい、もうポンデリングなくなる。てかこのポンデリングの方が分けやすい。しかもこの手がベタベタしないから、うん、砂糖じゃないから美味しい。はい、ツイート。どこに書いてある？その情報。予告でしか分かんないのかな。完全に。どっかに書いてあります？予告を見なかったら分かんなかったみたいな感じ。だってさ、ホームページもさ、全然更新されてない。ずっと見てたけど、全然更新されてないし。ツイッターも更新ゼロ。番組表とか見てんのかな、みんな。何見てるの。わかんない。まあいいや。もうツイートしちゃったもん。知らない。別に何も止められてない。予告画像送っておき、ありがとう、優しい、ありがとう。
当に画像めっちゃおもろい。センキュートム東京ジャーニー、めっちゃ画像しか本当に画像なのウケる、ありがとう。でもこうやって紹介されてんだ。めっちゃ寒かったので、凍えてるんですけど、頑張ってやったのでぜひ皆さん見てください。めっちゃ寒かったです。頑張ってやったので見てください。あーやばい、お腹いっぱい、眠たい。ドーナツ食べてお腹いっぱいになっちゃった。私ダメなんだな、お腹ご飯とか食べる仕事ダメだ。お腹いっぱいになると眠たくなっちゃう。うん。まあでもそんなお腹いっぱいにはならないか。いやでも物によりますよね。この間のお寿司みたいな感じだったらさ、ちょっとしか食べてないから、3貫しか食べてないからお腹いっぱいになってないけど、その前のお蕎麦とかはさ、お腹いっぱいだった。うん、お腹いっぱいになるぐらいまで食べたからダメだった。あれだ、もう多分なんだっけ、あー出てこない、定型文がこんばんはになったんだきっと。この感じてる途中でも眠くなりますよ。だって関係ないもん、お腹いっぱいだなと思ったら眠くなるんだもん私。関係ない関係ない。更新したらこんばんはになってました。こんばんは。いやダメなんだよね今日マジで。も今日お昼くらいまで寝てた。いやなんか9時ぐらいに1回起きて、そう9時ぐらいに起きてまだ9時じゃんと思って、もう今日はお休みだからもう何もしないって決めてるからと思って寝たら、次起きたら12時で、うわもうこんな時間だと思って、いろいろやることやってたらこんな感じになりました。うん、寝れることが今は幸せなのでいい。でも今日やろうと思ってたことはやり終わったので大丈夫です。全く何もしなかったわけじゃない。
スーデスさん、お紅茶ありがとうございます。眠たい。やることはでもやったけど、明日の振り起こしはしてない。やばやばば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 へへ眠たー。明日は午前中とかそこら辺で配信をして、夜ももしかしたらちょっとするかもしれないし、しないかもしれないしぐらいですかね。ちょっとわかんないです。公演終わって、いや疲れてんだ。で明日、うん、そうですね、確かに明日雪もあるし、うん、だからあんまあれだよね、ギリギリに出発したくないから、早め早めに出発したい、うん、あそこら辺も考えて。さすがにね、公演開始前までにはどんだけ遅れても、公演開始前までには着くと思うんで、まあ、最悪すっぴんで、はい、頑張ろうかなって思います。メイクすることより出ることの方が大事でしょ、絶対。公演中にどんどんメイクが仕上がって、そんな時間あるかな。 MC めっちゃ長いかも明日、うん、ワンちゃん、ダメだ、今日めっちゃ眠い。でも配信切った瞬間に寝起きに、あ、おはようってなるんだよな、こういう日って。分かってる、うん、なんかついてる。こういうのってそうなんだよね、本当理不尽。アイ
リトルの睡眠時間、マジで日によりけり。あ、そうだ、もうそういえば出たんじゃない？もう出てる？15日メンバー出ました。お、初めてサッキーさんと レイちゃまも初かなと一緒に出ます。そしてチーム A と、あ、間違えた、チーム B としての初めての声出し公演ということで、みんなちゃんとコールできんのかな、てかどこでコールがあるのかとかもわかんないからびっくりしそう。セナタン、サッキーさん、待ってわかんない、サッキーさん、ナギちゃん、クルちゃん、めぐみん、私、ひだちゃん、変わってない、これから、OK、この時から変わってないから大丈夫。ですね。サッキーさんとレイちゃまと一緒にチーム B 公演に出るのは初めてなのでドキドキです。な、コールの話もね、何、柱の会限定公演とかあんの？そうなんだ。でもみんな会員でしょ？じゃあ大丈夫じゃない？違う？てかここの髪の毛絡まってて痛い。ほら見て、絡まってる。喋んなって感じ、ごめん、喋らせて。11日からコールさせてください。だって、え、私出るの10日なんですけど、どういうこと？はあ、はあ、はあ、
みんなも大変だよね。じゃない？だってさ、公園のさ、あれをさ、コールをさ、覚えなきゃいけない。コール講座ないよ、コール講座なんて。声出す以上。確かにゆきりんさんがね、明日出演してくださればね、もともとゆきりんさんやってらっしゃった公演ですから、ね、ゆきりんさんファンの方々が声を率先して出してくださったかもしれないけど、明日はゆきりんさんおられないのでどうなるのやら。コールの話ね、別にあのナーミンがどうこうとかじゃないですよそうじゃなくてね、そう、ナーミンはしっかりしたキャプテンなのでいつも安心してます、うん、久しぶりに声出す。オーバーチュアとかも声出すの？ああ、やば、カーテン開く前からなんかちょっとみんなが喋ってるって思いそう。でも泥開けとかどこで、でもさ、みんなが喋って歌えんのかな、ちゃんと。緊張してきた、久しぶりにコールがあるっていうことに、うん、どんな感じなんだろう。まあでも明日の公演は違うからね、普通に普通に無のこう無ではないけど、声出し禁止の配信じゃない、公演なので。なんか声出せるって決まってるのにさ、今日は声出せないんだっていう、なんかそこら辺ぐぬぬですよね。だから明日は心の中で練習しといてください。ズーデスさん、芋虫チョコありがとうございます。うん、
声出し解禁になってもお見送りは無言のままで。え、なんで？君の声が聞きたいな。イケボ、橋本のイケボ。逆に声なしラストかもしれない。そうですよね。また逆戻りしないことを祈るわ。6時半ぐらいには終わりますって言ってたんだけど、ハルピョンのうちわを作ろうと思うんですが、好きな色は何色ですか？好きな色はピンク。見やすいうちわは黒の背景になんかマゼンタとか濃いめの文字だったり、黄色とかの文字だったり、なんか大体私みんなに黒の背景にマゼンタの文字でって言っちゃってるから、なんかオリジナル性がを出したいなみたいな方もいると思うので、そういう方はぜひなんかオリジナルな感じでお願いします。この先静かな公園がないかはわからないですよ。また政府のなんかあれでイベントでの声出しがまた禁止になってしまったら、劇場ももちろん声出し禁止にせざるを得ない状況ではあるので、はい、まあでも一旦は2月14日からスタートできるっていうことなので、ぜひ声出してもらってお願いします。5月から5類になる。まあ今後のあれ次第じゃない、うん、でもあの不織布マスクをつけてないとあの無理なので、そこは絶対にやっといていただきたいのと、あとは本当久しぶりに声出せるぜって思ってめちゃめちゃななんかもう叫び声みたいなのはあのあれなので、ちゃんと節度は守ったものでお願いしたいなっていう感じです。はい、うん、周りの方のご迷惑にはならないような感じで。
やってみっちゃのお寿司の後編は2月14日放送。そうなの？バレンタインに放送じゃん。やば。ドキドキワクワクですね。じゃあ TVer さんはその1週間後とかかな。また楽しみだ。何？ 14g の女神。あー、あれか、お寿司の話ね。 14g の女です。はい、楽しみ。ハンピョンが握ったお寿司を食べたいです。あの寿司職人になってやってみっちゃで特集されるしかないですね。でももう一回やっちゃったからな。残念。めっちゃ右目痛い。乾燥してる。なんか入ってんのかな。入ってそうに見えて入ってない。謎だ。失礼。
あとりあえずそんな感じですこの後はちょっとのんびりしてまた夜に配信はします。多分ぜひ2月14日じゃないや、今日のこの後の、19時半からぜひネモースさん見てください。目痛い、よろしくお願いします。その痛さだ、まあ、いっか。ということで、それではランキングを読みたいと思います。ゆうぴょんさん、芋虫、チョコバラ、ありがとう。ネモース見てね。この後の夜配信ではノブロック TV さんをまた一緒に見ようかなっていうのを企画っていうか考えているので、端末のご準備もお忘れなく、よろしくお願いします。それでは最後にランキングを読んで終わりにしたいと思います。1位ギャローさん、ありがとうございます。2位ツーデスさん、ありがとうございます。3位ネバーストップアット一人で言いたかったさん、ありがとうございます。4位マックミックアットコールは春那覇さん、ありがとうございます。5位サイダニウメ太郎さん、ありがとうございます。6位ケンキザキさん、ありがとうございます。7位くるりこさん、ありがとうございます。8位ともゆきさん、ありがとうございます。9位スーさん、ありがとうございます。10位マークウーンさん、ありがとうございます。12位カズさん、ありがとうございます。13位カーアットピョンズさん、ありがとうございます。間違えた。11位カズさん、ありがとうございます。12位カーアットピョンズさん、ありがとうございます。13位コニタアイミズさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はマグネットさんです。ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また多分夜やるのでぜひよろしくお願いします。それでは最後に、キャッチフレーズをして終わりにします。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6150人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。それではありがとうございました。またね、バイバーイ。